愛知流星 B7A 艦上攻撃機、流星艦上攻撃機、流星は太平洋戦争末期に登場した大日本帝国海軍の艦上攻撃機である。設計、開発は愛知航空機。略符号は B7A。連合国によるコードネームはグレース。姿勢流星他任務艦上攻撃機であり、急降下爆撃、水平爆撃、雷撃を行える。 すなわち艦上爆撃機と艦上来撃機の両機種の役割を兼ねる。当時の空母は対艦攻撃用の航空機として、艦上爆撃機と艦上攻撃機を搭載していた。しかし、両機種は活躍できる状況が異なるため、空母の限られた搭載機数を活用することは困難だった。それを解決するために作られたのが流星である。単発レシプロ機。 二人乗りで全金属製、応力外飛構造で作られている。主脚は内側引き込み式でオリーンを持つ。爆弾層は胴体内部下部に内蔵する。主翼は中翼単葉形式かつ逆軽翼を採用し、外見上の大きな特徴となっている。日本海軍の定義では急降下爆撃が可能な機体は爆撃機。 来撃が可能な機体は攻撃機に分類されるが、本機は爆撃機に準じた名称を持つが、B7A の略符号が示す7番目の艦上攻撃機様に機体分類は攻撃機になっている。ちなみに同様に急降下爆撃と来撃を兼用する陸上機である銀河は爆撃機に分類されている。他の単発艦光や艦爆と比較して傑出した性能を持っていたが、 本機は重量課題のため艦上機として運用するのは困難であり、実際は陸上機として運用された。終戦後、日本を占領する連合国の一国として進駐したアメリカ軍によって4機が接収され、そのうちの1機はワシントン DC のスミソニアン航空博物館にて分解状態で保管されている。2014年2月23日に流星の風貌の一部が 熊本県八代市で見つかっていたことが発表された。流星の機体を製造していた第21海軍航空省へ部品を納入していた山陽後期8大工場の関係者が機体の一部を戦後も保存しており、これが他社に譲渡されたものを調査したところ、流星の風貌であることが確認された。日本国内に現存する唯一の流星の機体の一部だと考えられている。 高速性能を得るために空気抵抗となる爆弾は胴体内爆弾層に搭載する。ただし航空魚雷は爆弾層外の胴体仮面に堅調する。爆弾層は胴体内部下部に収めるため主翼は中翼単用形式かつ逆軽翼を採用している。本機の主脚には空母への着艦の衝撃に耐え大型で重量のある爆弾を搭載するための 眼鏡差が必要とされたが、通常の中翼形式では、主脚が長くなってしまい、構造的に離着陸の際の安定に欠けるだけでなく、強度的にも重量的にも問題があった。そのため、逆がる翼の折れ曲がり位置に主脚を配置し、その長さを短くすることで強度を確保する、設計とした。また、注翼単用形式は、主翼と胴体部を接続するフィレットを必要としない、 ため重量軽減の効果もあった。主翼公園には、水星で開発された、セミファウラー式フラップを備え、フラップ作動時には、補助翼も下がるエルロンフラップも採用。短距離離着陸能力だけでなく、運動性をも向上させている。97観光や天山が、防弾装備を持たなかったのに対し、本機は開発当初に、それらの装備を持つ日本海軍で、 唯一の環状工芸機器となったが、口実の通り、後に軽量化のために省かれた。また、97観光や天山が三座であったものが、本期では複座となっている。これは、従来の観光が偵察任務も兼ねていたのに対し、本期では、それが解かれて偵察隕石が不要になったためである。本来観光は複座での運用が可能である。 量産機には理小出力1825馬力の中島の誉れ12型を搭載、出力に合わせ、住友金属工業がライセンス生産したドイツ VDM 社の4羽根低速プロペラを採用している。防御力の強化や頑強な機体構造により、機体重量は3.5トン、全備重量は6トン弱と大重量の機体となったものの、 2000馬力級エンジンの搭載と洗練された空力性能、可動フラップの採用により、観光としては抜群の高速性能と軽快な運動性を兼ね備えていた。一方で、口述の通り、空母に搭載不可能という本機の存在理由を根幹から揺るがす問題を生じた。航空魚雷を装備した流星第一次世界大戦から第二次世界大戦までの各国の艦上機は、 戦闘、爆撃、雷撃、偵察と用途ごとに開発、設計が行われていた。しかし従来の急降下爆撃機の搭載量では防御力が増した艦船に対し威力不足となりつつあり、より大型の爆弾を搭載するための強固な機体が必要となっていた。一方の雷撃機でもより機敏な運動性能とそれに耐えうる機体強度が必要とされていた。このように、 両機種に要求される性能が接近しており、機種の統合が企画されるようになっていった。また、機種統合による一本化は、搭載機数に限りのある空母の運用から見ても望ましい、事案であった。加えて、従来は観光が兼務していた偵察任務を専任人の偵察機が担うことになったため、その引き換えとしての機種統合という理由もあった。昭和16年、 こうした流れを受けて、日本海軍は、艦上爆撃機と攻撃機の統合を計画。実用機制計画に基づいた16士艦上、攻撃機として艦上機開発で実績のある、愛知航空機に開発を命令し、B7A1 の略符号を与えた。主な使用要求は、以下の通りである。要求内容は、過酷、加えて、愛知航空機は、 原容器の量産と改良に追われ、試作作業は停滞する。誉れ11型発動機を搭載した試作1号機が、ようやく1942年12月に完成し、1943年4月に初飛行を遂げる。予定より半年の遅延であった。16種観光は、昭和18年8月以降の新名称、付与様式によって、市政流星と命名される。 しかし完成した機体は、海軍から重量課題という判定を受けてしまう。自長3トン、爆撃世機重量5トンを超える流星は、試作中の空小式型パルトの射出能力限界を超え、また着艦制動装置も従来のものが使えず、新設計の3式着艦制動装置は、大砲都市などが装備するのみであった。そこで愛知は、防弾装備、 空戦フラップ、吹き流し栄光装置の削除などの軽量化が行われたが、同時に、外翼内への翼内増装などの追加装備を求められるなど、開発は迷走した。そして戦局が、艦隊航空船から、陸上基地からの溶撃船へと変化するにあたって、艦上攻撃機である流星は、半ば忘れられたような形に追いやられた。しかし、昭和19年秋に天気が訪れる。 陸上爆撃機である銀河が夜間戦闘機に改造されることとなり、陸上爆撃機が不足することとなった。こうして流星は銀河を補う陸上爆撃機として運用されることとなり、再び日の目を見ることとなる。なお、重量型や強度不足、大円翼の主翼の空力特性が悪かったため、試作2号機からは主翼が後端が直線となったテイパー翼に、 変更するなど、全体的に再設計が施され、これに対し B7A2 の略符号が与えられ、関係者の間では、流星改めと呼ばれた、とする言説がある。しかし、流星の設計事務者を務めた、尾崎のり義氏は、そのような大規模な改修は行っておらず、軽量化のため一部の設計を変更したことと、量産に備えて、設計図面の様式を変更したことが誤って、 伝えられたのではないかと主記に記している。これと符号する様に、流星の量産型の略符号を B7A2 とするのは、間違いで、流星の略符号は、量産型まで含めて、B7A1 で、B7A2 は、発動機を、誉れ23型に変更した、性能向上型の略符号であるという指摘が、されている。量産型の生産は1944年4月から、 行われているが、高性能な機体ゆえに、また、B-29 による爆撃と1944年12月7日に発生した東南海地震による工場の被災もあり、生産は父として進まなかった。生産拠点の分散のため、大村の第21海軍航空省での転換生産も行われていたが、やはり生産速度は上がらず、終戦を迎えた。 最終的な生産機数は試作機9機を含めても約110機である。一部が横須賀海軍航空隊で実験機として使用されたが終戦までの間に実戦部隊で流星を運用したのは第1001海軍航空隊と攻撃第5飛行隊のみであった。流星を装備した第752海軍航空隊。 攻撃第5飛行隊は1945年5月以降、千葉県の木更津海軍航空基地に展開し、終戦直前の1945年7月下旬から同年8月15日の終戦当日までの数回にわたり、当時関東沖を中心として日本本土近海に接近し、日本本土各地に対する空襲作戦を遂行していた米、 英海軍高速空母機動部隊に対する攻撃を少数機により観光したが、その戦果は不明である。終戦当日、木更津海軍航空基地から房総半島沖の空母ヨークタウンに特別攻撃を行い、海軍公式記録上最後の特攻となった。主翼を折りたたんだ流星。ありがとうございます。